西武狭山線。狭山線は西所沢駅から西武球場前駅間を結ぶ西武鉄道の鉄道路線である。全線が埼玉県の所沢市内を走行する。駅ナンバリングで使われる路線記号は SY、SI。この路線は現在の西武鉄道の前身である武蔵野鉄道によって1929年に開業した。戦時中に不要不急線として、 休止となったが、戦後の1951年に復活した。1978年には、終点の狭山湖駅、現、西武球場前駅付近に存在した、西武園球場がプロ野球、西武ライオンズの本拠地となる、西武ライオンズ球場、現、メットライフドームとして、新設に、金型で、リニューアルされることとなり、同球場へのアクセス路線として、大改良が実施された。 朝5時台から夜23時台の運行である。日中は15分間隔で1時間に4本運転されており、平日は4本すべてが船内運転の各駅停車であるが、土休日は12時以降から1から2本が池袋線池袋駅発着の各駅停車、または準急となる。 平日朝夕は10から15分間隔と休日の朝及び夜間は20分間隔で運転されている。所要時間は船内6分各駅停車である。日中の船内運転の各駅停車は西所沢駅で池袋線急行と接続しており、池袋駅西部急場前駅間を40分前後で結んでいる。船内運転列車には 新2000系の4両編成が使用され、場合によっては2両編成を2本連結した編成が入ることもある。かつては新101系の運用のみであったが、2010年度に新101系の243編成、4両編成と275編成、2両編成が廃車されたことで、池袋線所属の101系が減少し、 新2000系4両編成や2両編成を2本連結した列車も船内運転の運用に入るようなり2012年12月をもってワンマン車以外の新101系301系が運用を終了したことにより狭山線からは撤退した2010年3月6日のダイヤ改正から池袋線直通の準急、快速土休日のみが日中に 定期ダイヤで設定されたが、2012年6月30日のダイヤ改正で、平日の下り1本、土休日の準急折り返しの一部と16.17時台以外は、池袋駅発着の各駅停車や、船内運転列車へ変更された。2018年3月10日のダイヤ改正で、土休日14.15時台の、西武球場前駅発池袋駅にの各駅停車打ち1本、 計2本が準急に格上げされた。2018年3月9日までは、平日にも池袋線池袋駅発着の各駅停車が設定されていたが、2018年3月10日のダイヤ改正よりそれらの多くが線内運転となり、平日の池袋線池袋駅発着の各駅停車は折り各停車1本のみとなった。メットライフドームでのプロ野球の試合や、 各種イベント開催時の運転は以下のように行われる。この場合、通常の池袋線直通列車に加え、池袋線、新宿線直通臨時列車が設定される。2009年7月2日に西武ドームで行われた西武対ロッテ線では、試合時間が5時間42分に及んだため、試合終了前にその日の最終列車の発車時刻を過ぎた。そこで、 西武鉄道側は急遽に下頃沢駅の臨時列車三本を運行したものの、池袋方面への接続がなかったこともありすべての観客が帰ることはできず、翌朝の始発列車まで現地付近で夜を明かしたファもいた。池袋駅発着で各駅停車をはじめ準急平日ナイター、下りのみ、快速のほか、九百九十八年三月二十六日からは、 東京メトロ、有楽町線新木場駅発着、2013年3月16日から、港未来線元町、中華街駅発着、東急東横線、東京メトロ福都新線を経由して運転されている。試合終了後も、池袋駅の他有楽町線、福都新線直通列車が数本運転される。また、野球開催時には、臨時特急、 ドーム号として一往復運転される。渡辺美里やグレー、水木奈々、2009年から2010年、2013年、AKB48、2011年、乃木坂46、2015年、ザ・アイダルムスター、2015年のコンサートなどの大規模イベント開催時にも臨時特急が運転されている。なお、乃木坂46サードイヤーバースデーライブの際の 特急ドーム号では、乃木坂46のメンバーによる、車内放送が実施されている。池袋発の直通列車は、大半が、各駅停車の方や行き、準急や快速は、所沢行き、新木場発の直通列車は、所沢行きをそれぞれ、西部急上前行きとして、延長を運転する形で運行されている。また、平日ナイターの快速反応行きは、 西武急条前行きに変更し、所沢発で反応行きの区間列車に接続する。また、2013年3月16日改正で、新たに東横線、福都新線から、元町、中華街発の快速急行小指行きが設定された。こちらは行き先を西武急条前行きに変更した上で、西武線内を快速として運転し、ひばりが丘駅で、 同駅始発の臨時快速急行小手差し駅に接続している。そのため所定のひばりが丘駅で東横線、福都新線からの快速急行を待ち合わせる新木場発確定小手差し駅は清瀬駅でひばりが丘発臨時快速急行小手差し駅に抜かれる。携帯が取られている。該当する列車には西部時刻表第25号で記述されている。 2013年3月16日のダイヤ改正では、土休日の夕方に、所沢発が2本設定されている。運転される際には、短時間に集中する乗客の便を測るため、多くが4度は10両編成、一部は8両編成の列車を使用する。有楽町線、副都心線からの列車は、東京メトロ7000系や1万系、東京急行電鉄5050 50系もしくは、 横浜高速鉄道 Y500 系で運転されることもあり、車内自動放送などもそれに対応している、東京メトロ線内での西武球場前後駅構内放送も対応。中には、東京メトロ、または東急の運行番号を用いて6000系が、充当されることもある。2001年12月15日のダイヤ改正まで、快速、一時期は、準急や、通勤準急もは、 下山口駅を通過していた。現在は、快速が停車している、練馬駅も通過していた。2001年12月15日のダイヤ改正以前は、多数の臨時列車運転パターンを用意しておき、試合終了時刻、及び試合中止決定時刻に合わせて、パターンを指定して、臨時列車を運転するというパターンを行っていたが、以降はあらかじめ野球開催時のみ、 運転の臨時列車を設定し、それで対処していた。2010年3月6日のダイヤ改正により、試合終了時刻に合わせて、臨時電車を運転する方式が8年3ヶ月分に復活することになり、池袋駅については臨時列車として初の休校が運転された。土と休日でゲーム開催時中は、池袋線直通列車の一部を本川越え発着に、 使用する新宿線所属車両を前運用として運行されている。西武新宿駅、本川越駅、西武球場前駅間の各置往復ずつで、全車は急行または、準急後車は、各駅停車として運転され、全車については、所沢で、方向転換を行っている。かつては、西武新宿方面からも、多数臨時列車を走らせていたが、近年は、 池袋線で地下鉄直通列車が増えたために所沢、西所沢の立ぎの形がベースになっている。2018年3月9日まで土休日のナイター開催に運転される西武新宿駅行きは準急であったが2018年3月10日のダイヤ改正から急行に格上げされた。かつては西武新宿発の準急田な行きの延長運転や 快速急行、停車駅は、西武新宿駅田梨駅間の急行停車駅と、小平駅、東村山駅、所沢駅、西所沢駅、西武九条前駅の運転を行っていた。2007年3月5日以前は、西武新宿駅発着が2往復設定されていたが、翌6日のダイヤ改正以降は1往復が前期の、本川越駅発着の列車に変更されている。 2010年3月6日のダイヤ改正以降は、試合終了時の新宿線への直通列車は、パターン輸送の対象から外されている。使用される車両は、以下の通り、他社車両は、野球開催時など、特定の日以外は走らない。池袋線車内自動放送における、本路線への乗り換え案内は、2008年6月13日まで、下山口、西部球場前、 山口線、西武遊園地方面においでのお客様はお乗り換えくださいであったが、翌14日の東京メトロ、副都心線開業によるダイヤ改正から、佐山線はお乗り換えください。と案内されるようになった。本路線が映像作品に登場、言及される機会は西武多路線と比べても少ない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。